今は昔。頃は春。まだ幼稚園に上がる前、初めて田舎へ一人旅をした時のこと。私の田舎は千葉県蓮沼村、九十九里浜の真ん中あたりだ。今夜到着する母のために、じいちゃんと裏山へ山菜採りに行くことにした。子供用の背負いカゴに、獣よけの鈴をばあちゃんにつけてもらう。それは、鈴というより、輪のような良い音がする鈴で、いつもはばあちゃんが持っている家の鍵についている、私の大のお気に入りだった。春でいっぱいの野山はそれだけで嬉しい。それに、じいちゃんは物知りだから、また何かいっぱい教えてもらえるような気がして、私はご機嫌だった。やがて、山菜を採り始めてしばらく経った頃、じいちゃんの姿が見えなくなった。私のいるところはほんの少しばかり開けて道のようになっているが、周りはぐるっと木々で囲まれており、その向こうの様子がわからない。裏山には何度か来たことがあるのだが、この場所には見覚えがない。でも、大丈夫。大人とはぐれても、そこから動かずすぐに呼ぶ子を鳴らせば、必ず誰かが見つけてくれる。そう言い聞かされていたから、私は首から下げた呼ぶ子を引っ張り出し、それを口に当てようとした。その時だった。牛に似た大きな真っ黒なものが唐突に現れた。私との距離は10メートルもない。きっと、東宮の横綱牛でさえ、そいつの前では子牛に見えただろう。炭のような体。黒光りする2本の少し内側に曲がった角。肉色の赤い目。白い泡を吹いた口。その口元からは牛馬のいわゆる下駄っ端ではなく、肉食獣の鋭い黄色い牙が覗いている。そいつが睨んでいるのは私だった。恐ろしい。攻撃の気持ち。さっきが私に向かってやってくる。動けない。呼ぶ子はとうに手の中から滑り落ちている。奴が頭を振り立て、前足で地面をかいた。くる。頭の中で心臓が爆発しそうになり、思わず半歩下がった時、鈴が鳴った。すると、なぜか奴が地面をかくのをやめた。私はなるべくそーっと背負いカゴを下ろし、外した鈴をもう一度鳴らしてみた。奴はじーっとこちらを見ている。余韻の途切れたところでまた鳴らす。何度も何度も鳴らすうちに、奴の攻撃の気持ちが静まってきたようだ。それが証拠に口元の白い泡がだんだん消えていく。私は必死だった。早くこいつが消えてほしい。ただそれだけを念じつつ鈴を鳴らし続けた。どれほど鈴を鳴らしたか。奴の目が眠たげになってきた。眠れ眠れ眠れ、消えろ消えろ消えろ。腕がだるいのを通り越し、そろそろ痛み始めた頃、やっと奴は目を閉じた。やった。不思議なことに、奴が人間のようにこっくりこっくりやるたびに、奴の体がずんずん地面に沈んでゆく。膝。腹。喉。背。頭。何でもいい、早く消えろ、もう腕は鉛のように重いが、私は歯を食いしばって鈴を鳴らし続けた。とうとう、奴の角が地面の中へ吸い込まれるように消えていった。が、すぐにやめるとまた奴が現れそうな気がする。それが怖くて鈴を鳴らし続けた。それから間もなく、後ろからじいちゃんが私を呼んだ。じいちゃん。じいちゃんが神様に思えた。駆け寄った私の手をじいちゃんはしっかり握りしめ、ただ、帰ろう。と言った。一言も言葉を交わさず戻ってきた私たちに、家の前の畑にいたばあちゃんも何事かただならない雰囲気を察したらしく、不安げな面持ちで畑仕事の手を止めた。手だけ洗うと、じいちゃんに連れられて仏間へ行った。
ばあちゃんも後からついてくる。何があった？きちんと正座したじいちゃんの前で、私はさっきの出来事を話した。ばあちゃんは途中から小声でお念仏を唱え始め、ぎゅっと私の体を抱きしめる。じいちゃん、あれは何？じいちゃんは少し考え、こう答えた。多分、それは大昔から言われている、牛鬼、という化け物に違いないじゃろ。牛鬼というのは、大きな大きな真っ黒毛の牛のような化け物で、それに出会うた者はほとんど角で突き殺され、バラバラになった死骸が高い木の上に引っ掛けられたり、深い谷底へぶちまけられたりするそうじゃ。牛鬼はな、いつどこの山に出てくるか、誰にもわからんのだと。今日は、お前は助かった、けれどもこの次は助かるかどうかわからん。だからお前は今後、海、山に行くときは必ず魔除けを持っていけ。いいな？以来、奴には出会っていない。もちろん会いたくないが、でも、背中でばあちゃんの鈴が鳴るたび、あの時のことを思い出す。今も奴はどこかの山へ姿を現しているのだろうか。